新札幌バスターミナル地図新札幌バスターミナルは、北海道札幌市厚別区厚別中央25丁目493の67の新札幌副都心に所在する自動車ターミナル法による一般バスターミナルの名称。札幌市独自の分類では、乗り継ぎバスターミナルとされる。九百九十年六月一日共用開始。札幌市により設置され、 管理運営は、札幌副都心開発公社が行う。JR 新札幌駅の北隣、地下鉄新札幌駅の北西部に位置しており、商業施設新札幌アークシティデュオマイナス1の1階部分が、バスターミナルとなっている。近隣のもみ時代、青葉町方面、厚別西方面のほか、江別市、北広島市、南幌町、長沼町方面のバスが発着しており、 札幌市東部の交通欠接点の一つとなっている。開業当初は JR 北海道バス、札幌市交通局、北海道中央バス、夕張鉄道の4社局が使用していたが、札幌市のバス事業撤退に伴い現在は3社が使用している。バスターミナルに近接する鉄道交換した新札幌名店街1号館に JR 北海道バスの バスチケットセンター新札幌店が設けられており、自社並びに、有鉄バスの各種乗車券を取り扱う。停留所名は、JR 北海道バスが新札幌駅、他の2社が新札幌駅。札幌市営バス運行当時は、札幌市営バスも新札幌駅前の名称で案内していた。路線は2020年4月1日現在、 南レーン5番を除き JR 北海道バス4番から6番まで北海道中央バスが発着。1番乗り場2番乗り場3番乗り場4番乗り場5番乗り場6番乗り場7番乗り場札幌ドーム業は2018年をもって運行を終了した。8番乗り場北レーン9番から11番まで JR 北海道バス9番と13番は 北海道中央バス、12番は、夕張鉄道が発着。9番乗り場10番乗り場11番乗り場12番乗り場13番乗り場14から17番乗り場。ありがとうございます。